ジルベールド・ゴールド・シュミットジルベールド・ゴールド・シュミットは、フランスの映画プロデューサーである。1925年4月26日、バイマル共和制時代のドイツ・ベルリンに生まれ、幼少期をフランス・パリで過ごし、1940年、最後の脱出戦の一つ、クアンザ号でヨーロッパを去る。かなり若くして米軍に入隊、1944年、軍と共に、 フランスの地に再び降り立つ。マーシャルプランのために映画を制作することで映画界での仕事が始まった。制作管理の業務を経験した後、1951年、アメリカ人のパートナーたちと共に映画制作会社、マドレーヌフィルムを設立する。ゴールド・シュミットは40本に余りの映画を単独制作あるいは共同制作した。ジャン・ガブリエル・アルビコッコや、 撮影監督のラウール・クタールといった映画監督の第一作のプロジェクトを始めた。誰もが長い間を覚えているジャック・ズミ監督の映画、シェルブールの雨傘とロシュフォールの恋人たちはゴールド・シュミットがマグ・ボダールと共同制作したものである。プロデューサーであり映画監督である友人のイブロ・ベールとの共同制作はピエール・リシャールやフランシス・ベ・ベールといった監督を世に送り出した。 監督たちに誠実に、ミシェル・ラング監督とパトリック・シュルマン監督のいくつかのコメディ映画を制作し、テレビでよりも映画館のホールに市民の承認を取り戻した。また、友人のイブロベールと共に、ジャバーウォッキー、モンティ・パイソンホーリー・グレール、ライフ・オブ・ブライアン、バンデット・キューといった、モンティ・パイソンの映画をフランス語圏に紹介したのも、ゴールド・シミットである。 映画業界の人々に感謝され、リスペクトされ、1983年には、第36回カンヌ国際映画祭の、1988年には、ベネツィア国際映画祭のそれぞれ審査員になり、海外へのフランス映画のプロモーションのための、気候ユニフランスの代表を歴任した。レジオンドヌール勲章、国家功労勲章、芸術文化勲章のそれぞれオフィシエ賞を受賞。 ジルベールド・ゴールド・シミット・ロート・シルトは、フランス系イギリス人実業家、ジェームズ・ゴールド・スミスのいとこであり、銀行家のエドモンド・ロート・シルトのいとこである。ありがとうございます。